トラネキサム酸は人工合成されたアミノ酸であり、止血剤、抗炎症剤として出血の予防、治療に用いられる。重度外傷、分娩後出血、外科手術、抜歯、微出血、重度月経などに投与される。遺伝性血管不臭にも使用される。1962年に岡本昭助と岡本歌子により開発された。 現在風質医薬品モデルリストに収録されている。日本国内では止血剤としてトランサミンなどの商品名でも販売され、また、後発医薬品も存在する。看板の適用では、第一類医薬品のトランシーの内服薬が販売されており、他美白有効成分として化粧品にも含有される。副作用は稀れ。血栓症の危険因子がある場合には、 注意が必要となる。投与経路は、蛍光、常駐など、水に、液用。味は、非常に苦いため、蛍光投与の際は、カプセル剤に製材化される。血中のプラスミノーゲンはフィブリンに結合して、プラスミノーゲン活性化因子により活性化され、フィブリンを分解する。トラネキサム酸はここで、フィブリンに結光して、プラスミノーゲンに結合することで活性化を阻害し、 これによって、フィブリンの分解による出血を抑制する。高プラスミン剤として、一次線用抗芯による異常出血には、極めて有効とされる。トラネキサム酸は、プロテアージェのインヒビターとして認識されているが、プラスミン阻害作用、プラスミ農源のプラスミン変換の阻害以外に、作用点はない。プラスミンは、セリンプロテアージェに分類されるが、トラネキサム酸は、 プラスミン以外のセリンプロテアーゼ、例えばトリプシンを阻害しない。血中半減期は1から1.5時間程度であり、3から4時間以内に腎臓から尿中に排出される。腎機能障害のある人の場合は、半減期が遅延する。全身性専用更新が関与すると考えられる。出血傾向、局所専用更新が関与すると考えられる。出血傾向、変答制限。 口頭炎による咽頭痛、口内炎による口内痛及び口内粘膜アフタなどに適応がある。抗炎症作用として、耳鼻科領域の喉の痛みを緩和することはできるが、下熱作用はない。下下手術等で体に侵襲を加えた後の不襲などの生体反応を抑えるために処方されることもある。市販の一般用医薬品にも配合される商品がある。 従来からの止血剤としては、歯茎の出血、炎症を抑えるとして、歯磨き剤などにも入れられている。肝板の治療に内服薬のトランシーノが第一、類薬品として販売されている。トラネキサム酸は、日本国外で色素沈着の緩和に用いられたことはなかったが、日本では肝板が薄くなったということから適用外、処方されるようになり、 今日の治療指針2007年版にも内服薬が処方例として掲載されるようになり臨床試験が行われ2007年に一般用医薬品として発売されたトラネキサム酸は化粧品にも配合される2002年に資生堂の申請で医薬部外品の美白有効成分として承認を得た甲板に対してトラネキサム酸の注射を2週間ごとに行うことは 49名でのランダム化比較試験で2ヶ月後に4%濃度のハイドル機能と比べて肝斑を減少させた程度に有意差はなかった。2017年の文献レビューでは肝斑に対して傾向、概要ともにトラネキサム酸は他の標準的な治療と少なくとも同等に有効で副作用が少ない可能性がある。2018年のレビューでは 蛍光のトラネキサム酸は 500mg の低容量でもアジア人の乾板に対して有効である。2019年の分析では内服のトラネキサム酸の1日 500mg、750mg、1000mg、1500mg の間で服用では乾板の重症度の指数に優位な差は見られなかった。内服のトラネキサム酸に3%濃度の トラネキサム酸外用薬を追加した方が20%ノードアゼライン酸の外用薬を追加するよりも有効であったという100名でのランダム化比較試験がある。別の60名でのランダム化比較試験では甲板へのトラネキサム酸のマイクロインジェクションでは約35%に改善が見られ1.5ミリのマイクロニードリングを施した面に 同濃度のトラネキサム酸を塗布した方が約44%に改善が見られた。内服薬には軽い月経の減少や胃の不調がある。併用禁忌薬や患者の危険因子を慎重により分ければ、それ以外の人では血栓症のリスクは増加されていない。生体内における専用を抑制する作用があるため、脳血栓や心筋拘束、 血栓性腸脈炎などの疾患を持つ人に対しては、身長投与。また、圧迫止血処置を受けている人や、術後合症状態にある人は、腸脈血栓を生じやすいので注意が必要である。獣医学分野では、犬や牛の手術時及び出血を伴う疾患の、出血防止、哺乳豚の下痢などに使用する。ありがとうございます。